ばくて本当に涙が出そうなんですけど、口だけのとこ。だけ塗っとけばいいかな。そうなんですけど、配信したいと思います。最近たくさん食べてるので顔がふっくらしてきました。そばかすもめっちゃ増えちゃってちょっと消し民顔みたいな感じで、今日は説明しなくちゃいけないな。はい、説明していいですか？説明しますね。この配信はこの後に、ちょっと私今標準語頑張ってるんで、ちょっと標準語で言います。この配信はこの後24時59分から日本テレビで放送される AKB48 さよならモーリーさんをみんなで一緒に見ようという配信です。関東ローカルなので見られない人もいると思いますが、番組放送直後から Hulu、TVer で見逃し配信もあるので、この時間は私のショールームを見て後から番組をチェックしてくださいということです。なるほど、見れない方は私のショールームを見てから後から番組をチェックしてくださいとのことです。で、さよならモーリーさんの説明します。毎週木曜24時59分から日本テレビで放送される AKB48 のバラエティ番組。番組放送直後から Hulu、TVer で見逃し配信。日付またいで本日金曜20時からはショールームにて番組と連動したエピソード動画も公開。注意、エピソード動画とはショールームの新機能で生配信ではなくアーカイブ配信となります。番組ハッシュタグはハッシュタグ AKB さよならモーリーさん、 MC は霜降り明星さんで峯岸みなみさんがレギュラー出演で、番組のセンターは大森真帆ちゃんです。そしてここからがすごく大事なところになっていくんですけど、私今まで読んでなかったんですけど今まで読んでなかったんですけど、ちょっと読みますね。プレゼント企画説明。またこの配信を記念したプレゼント企画も実施いたします。本配信のランキング上位3名の方には、でこれかな、これの配信ね、私このミフィー着すぎてここがヨレヨレになっちゃった、もう恥ずかしい、最悪。ミッフィー大好きすぎてずっとこのパジャマ着てたらここがヨレヨレになっちゃいました。そんなことは置いといて、本配信のランキング上位3名の方にはさよならモーリーさんのスタジオで撮影した撮り下ろし集合写真を私のサインが入った台紙とセットでプレゼントしちゃいます。最後までぜひ配信をご覧くださいということで、なんか目がねもう30になっちゃってダメなんですけど、みたいな感じです。だから今日は同時視聴配信をしながらやっていこうと思います。そう、最近ミッフィーにハマってて、もうねお顔がムクムクしすぎて、そう、あの髪の毛も染めなきゃいけないんですけど、今ちょっと明るくて、ね、もう花粉症でお目目がもうあのむくみまくってて、今むくみじゃない、なんか腫れててずっと痒くて、こんなに今年花粉症がひどいなんて思わなくて、もうやばい、今日やばい、くしゃみも止まんないし、だから明日絶対に病院に行こうって思ってます。鼻もやばい、だってもうここ真っ赤っかなんです。舐めてた花粉症、舐めてました。そう、寝てる時が一番幸せかも、なんか花粉症で、花粉症逃れられるしと思っていいなって思います。
あともう4分です。なんだろうな、今夜の放送の見どころ、今夜ってどれなんだ。なんか割と出演させていただいてるんですけど、今日がどの企画か分かんなくて今日どの企画なんだろう、どれだろうな。どれか知ってます皆さん。どの企画なんだ。子猫ちゃんって言ってたかい。メンタル、あー変な人か。どれ放送されるんだろう、怖っ、目かゆい、もう目かゆい、もうメイクできなくて、最近今日もメイクしたけどもうかけすぎて無理でえ、なにこれ、なになにこれ、なんかすごいパーンみたいになった、すごい、え、え、なにこれ、すごい、このヨレヨレめっちゃ気になる、使ってない。明日アレルギーなんちゃら行く、明日アレルギーの病院に行きます。なんか一回アレルギー検査した時になんか薬もらわずに帰ってきて、もらわないと無理かもって思ってます。いや、おかゆい、発作なんですけど、かゆすぎて、かゆいって思ったらもうかゆくなっちゃうから血出そう、本当にかけ真っ赤っかなんですよ、やばい。収録の思い出話、裏話、分かんないな。あ、じゃあもうちょっと始まるんでヘッドホンします。耳出しとこ、自分のボリューム分かんなくなっちゃうから。あ、聞こえる、すごい。ちょっと待って、リモコン今聞こえへん。もしかして ここだ。花粉症って何がいいんですか。てかなんか杉ってなんであるんですか。なんかさ、音量がなんか BGM しか聞こえないね、 BGM しか聞こえないよ、喋ってるの聞こえない、 BGM しか聞こえない、どうしよう、なんか喋ってる声聞こえないんだけど、やばいやばい、何にも聞こえない、ちょっと待ってて、やばい、え、聞こえない、ハッピーバースデーしか聞こえないちょっと待って、ハッピーバースデーしか聞こえないやばいやばい、ハッピーバースデーってずっと流れて、え、 BGM しか聞こえないんだけど、どういうこと、ちょっと待って、え、どうした、ちょっと待って、
うした？え、無理、もう無理。BGM しか聞こえない。これちっちゃい音で聞いてたら、聞いててもいいの？テレビをちっちゃい音で聞いててもいい？無理、聞こえない。聞き設定。なんで？なんで？うん、無理かも。はあ、無理。なんで？いつも聞こえてたのに。てか、なんならもはや何にも聞こえなくなっちゃった。ちょっと、もう。聞こえた。聞こえた。聞こえた。焦った。よかった。できました。ちょっと抜いたらできました。焦った。ねえ、ちょっと待って、鼻かゆ。これなんかすごい前で撮った気がする。これこれ最悪、これ最悪じゃない？すごい嫌なんだけどと思って。懐かしい、この収録。裏話とかないな、覚えて。え、これいつ撮った？めっちゃ前な気がする。兄弟、兄弟。トムさんってオリンちゃんの話するとき目がめっちゃ生き生きしません？それがすごい好きです。
すごい、お、BGM 面白い。顔ちっちゃ。うん、そう、びっくり。なんかこれ見ながら話すのすごい難しいかも。半年間口聞かないのすごいよね。なかなかない。なんかおりんちゃんってさ、言葉のセンスめっちゃ賢いと思う。なんかこのさ、例えとかすごい、確かにじゃないけど、なんかすごい分かりやすい例え方してて、私だったらこんなワード出てこないと思って、すごいって思いました。かっこよ。アホみたい喋り方。そう、聞いてほしい、本当に。これほんと無理しないでください、皆さん。恥ずかしい。最悪。もうまたさ、こういうイメージつくやん。私卒業するんですよ。だからあんまりそういうのは引き換えたい。卒業する前にこんなこと言ってたらもうどうしようって思って、言ってから後悔しました。忘れてました、地上波なこと。地上波なのにそうやって言っちゃって、もうすごい反省してます。だって卒業するし、そんなイメージつけたくない。いや、ズッキーの話もうほんとすごすぎて、ボルダリングを
あの小屋入りの時にもうできてるってだいぶあやばくないですか、すごいと思って。もうね前髪の伸びてきちゃって髪の毛も染めたくてやばいです。でもちょっと染める日はもう決めてるんですけど、ちょっとしばらく日が空くのでまだまだ。私たちは電車ですね。しまいやな。私はもうずっと電車です。やばすぎ、やばすぎ。確かに、確かに。最悪最悪最悪。違うんです、違うんです。これは小田も悪くて、これは小田も悪くて、私プラプラって聞いた瞬間に小田も目合わしてきたから、もうそれで意思疎通してると思ってすごいそれで笑っちゃいました。私写真出てたけど何言ったっけ、何にも覚えてない。何言ったっけ、全然覚えてないかも。思い出した思い出した思い出した、何言ったか。聞いてほしい、これは怖い話なので。私のあのバレたやつめっちゃ怖い。めっちゃ怖い、めっちゃ怖くないですか、めっちゃ怖いと思って。
そうだから地元のスーパーではなんかやっぱ地元ってなんか中学校の服とか着るじゃないですか、体操服とか。だからダサいけどさすがにちゃんとした服着ていこうって思いました気にしちゃう、気にします。これめっちゃ面白かった、このエピソード。大姉さん、投げさせてって何？怖すぎやろ面白すぎる。うん、これって何時まで？1時29分もうちょっと。私はもう多分発言してない気がする。でもなんか全部使っていただけた気がする、言ったこと。嬉しい。多分ね、嬉しい。毛利さんに、あの毛利さんから卒業発表する前日に連絡が来て、毛利さんからで卒業するんだねって言われて、あ、誰か 言ったんやなと思って、大人の方が。で、で そうなんですって言って、でこの前収録の時にお会いしていただいただけん、お会いした時になんかバラエティじゃないのって言われました。嬉しい。モーリーさんとかビンゴでいっぱいバラエティーさせていただけてるから、だからなんかね、バラエティーのイメージすごい強いですよねありがたい。でもそう、でも私は女優に進むんですけど。そうなんです、バラエティーはね楽しいですけどね。でも怖いですよ、バラエティーは。やっぱ言ったことが一生残るから怖いです。でもやっぱ面白ければいいって思っちゃうから、その場で面白いことを言おうってことしか考えてなくて、そればっかり考えていっちゃうから、後々後悔しますこれ言わんかったよかったとか、うん、最悪と、下ネタ大好きとか言っちゃったと思って、うん、ねえかね、この話すごいですよね。ガチやん、そんなことある？
やばすぎ、違う人が座ってたとか言われたくない、こんなこと。かわいい。チャラ。あれみたいな感じで、もうそろそろ終わりそうです。もうね、花粉症がひどくて何にもね、手につかない状態です。うわ、たさんありがとうございます。ハマックマありがとうございます。タさんありがとうございます。ハマックマありがとうございます。あとはなんだっけ、あ、上位3名の方はですね、さよならモーリさんのスタジオで撮影した写真をサインが入ったダイスとセットでプレゼントなので、皆さんぜひゲットしてください。サインです。アイボンがいいんですか。でもね、さよならモーリさんもね、あれですから、ちょっとお腹空いてきた。最近本当にそばかす増えたんですよね。やだな、消したい。お、面白い。お兄ちゃんおめでとう。ひゆかちゃんのお兄ちゃんおめでとうございます。トムさんの刺し方おもろい。こうやって刺してる。終わった？終わりかな？終わりですかね？終わりました。え、まだあるかな。もうね目が痒くて本当に死んじゃう。はあ、お
もう明日は絶対目腫れてます。もう今日めっちゃ目かいたもん。うん、すごいいっぱい、誰だ、おひなさまになれる。あー、もうめっちゃおひなさまなんですけどイエーイ。あー、おひなです、おひな浜です。じゃ終わり、もう終わりかな。ってことで終わりました多分。わーい。いや、どうでしたか皆さん。見てない方もたくさんいると思いますが。あ、次回予告ね。次、次回予告か。まだです。皆さん、どうでした？来週も出るんですかね、わかんない。でも、割と、この前、参加させていただいた気がするから出ると思います。どうだろう、いっぱい映ってて嬉しかった。私もこの前、あ、来た、いました。ああ、これね、私はもうやめるから、ちょっと詳しいこと本当にわかんないんですけど、これこれに関してってことで終わりました。終わりましたよ。どうでしたか皆さん。すごい、あの、たくさんコメント使っていただけて、あの、嬉しかったです、みたいな感じで、まあ、次回もね、出演させていただけるので、こっからね、もうずっと出てるんじゃないかな、割と撮ったので、こっからずっと出てると思います。ということで、あのね、たくさん出させていただけても本当にありがたい限りですので、嬉しいんですけど、あの、なんだろう、いっぱい出演させていただけて嬉しいです。辞める、卒業するまでにこんなに、あの、出演させていただけるなんて思ってなかったので、辞めるまで、あの、さよなら毛利さんに出演させていただけてすごいハッピーハッピーです。ということで、もうそろそろね、あの、終わりが近づいてきたということで、なんだろう、他に何かありますか。浜さん毎回出てくるのは楽しみ倍増、嬉しい、ありがとうございます。ぜひ見てください。今日もね、たくさん出てて、まあ下ネタはね、ほどほどにしますなんですけど、まああれです好きになるのが遅すぎた。いや、でもね、卒業してからもずっと、あの、応援してください、お願いします。ということで、感想はですね、ハッシュタグ AKB さよならモーリさんでツイートをよろしくお願いします。と、まあ、日付またいで本日の20時からショールームにて番組と連動したエピソード動画が公開されます。モーリー P 目線、モーリー P 目線の番組本編では見られないメンバーの裏側を見ることができるので、ぜひチェックしてください。そして Hulu、TVer で見逃し配信があるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、あの、ランキング読みます。と、間違えた、13位ナナタさん、ありがとうございます。そして12位、ソコットペレグリノさん、ありがとうございます。そして11位ゆうさん、ありがとうございます。そして10位タロイモさん、ありがとうございます。そして9位鉄アットマーク台湾さん、
ありがとうございます。そして8位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。そして7位ダイエッターしおりさん、しおりちゃんありがとうございます。そして6位ベベモンさん、ありがとうございます。そして5位タさん、ありがとうございます。そして4位ちひろさん、ありがとうございます。そして3位リュッケさん、ありがとうございます。あ、3位からか。3位リュッケさん、おめでとうございます。サインゲットしてください。2ヶ月後になるっぽいんですけど、ぜひゲットしてください。そして2位遠いお疲れ様でしたさん、ありがとうございます。おめでとうございます。そして1位クレザットマーク花粉症と戦ってるさん、おそらくじゃない、同じく花粉症と戦ってるので一緒に頑張りましょうということで、もう3位のリュッケさん、遠いさん、クレザさん、3名の方おめでとうございます。とですね、まあ、ただいまお読みした上位3名の方には番組終了後1週間以内にショールームより番組特典当選のお知らせというメッセージをお送りしますので、ショールームの受信ボックスをご確認ください。ニックネームは連絡があるまで変えないようお願いします。変えないようらしいです。ニックネームは連絡があるまで変えないようによろしくお願いいたします。なお特典の発送には2ヶ月ほどお時間をいただきますのでご了承ください。来週以降も木曜24時59分は日本テレビ AKB48 さよならモーリーさんをぜひ私も出演させていただけるので見てくださいということで、皆さん今日は見てくださってありがとうございました。本当にありがとうございました。バイバーイ、おやすみ、またねー。